チャオ、あちゃんです。今日7月の2日、ちょっとお買い物行きます。食材とね、ちょっとまあいろいろとドンキとか行こうかなと思って、ね、行きますということで、今回ね、ドライブのお供は、シャークエナジー。はい、シャークエナジーでパワーチャージしながら行きましょう。では。このね、ここを通すね。ならね、ストローが、ストローがね、上がってきゃへんねん。テンションかかって。では、いただきます。うわ、酸っぱ。今日めちゃくちゃ酸っぱい。久々にシャークいいね。美味しいね。酸っぱいっていうのは疲れてる時らしいねんけどね。ってことでね。いや、出していきましょう。では、行きましょう。今日ね、上に寮がいてるんでシャッター開けたままで行っても全然大丈夫なんで。痛い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 。エアコンちょっと回そうか。暑い。ということでね、と。ポケット Wi-Fi の電源切るの忘れとって充電できてないけど、全く電気がないというね。チャージングチャージングって言われたけど何も出へんの。まあいいや、7月リセットされたから多分、あれです、ギガ戻ってるから。別にまあポケット Wi-Fi 使わんでもいいんだけどね、ちょっとぐらい。いやー、なんかね、もうこの雨が3日4日続いたらだるい。ご飯作るのもだるいし、なんかもう魚さばくのもだるい。っていうかずっとだるい。まあずっとだってわけじゃないねんで、その体がとかじゃなくね、気持ち的にだるい。天気の加減やんと思うんだけどね。そういう時こそこうやってね、シャークエナジー、シャークエナジーかっこいいね。シャークのものから好きやね。うん、美味しい。まあ、もちろんね、糖分多い、砂糖がいっぱい入ってると思う。で、やけども、カフェインが入ってへんのかな、確か。カフェインがなかったり、とか、中だかな。で、いろんなその科学的なものが少ないね。で、なんかマカとかタウリンとかそういうなんか、エキスやったような気がした。ごめん、わからへん。覚えてないけれども、その体に悪い成分があんま含まれてないね。全くゼロじゃないとは思うで、もちろん。でも、すごい体には優しいエナジードリンクなんで。で、疲れてるときはすごく酸っぱく感じて、大丈夫なときは甘く感じて、クエン酸効果でね。で、なんていうのかな、飲み心地も、エナジードリンクの薬臭さってかなり軽減されてんね。軽減というか少ないねんね。飲みやすくってね、もうね、いいのよ。今日なんかコメント欄に突っ込んだね、コストコでしか売ってないって。でもちろんコストコでしか手に入らへんっていうか、コストコじゃなくても売ってるところもある。一応ね、代理店はあんねん。でも奈良のこの田舎におったらね、ないねん。ドンキ、一応ドンキホーテも取り扱いしてんだけど、ドンキホーテでも売ってないねん。あっちゃん行く
奈良県内の分業ではないねん。で、昔ローソンで売っとってんけど、今ローソンの取り扱いしてないねん。で、ほぼほぼ手に入らへん。もちろん通販でも手に入るよ。入るけど高いんさ、通販は。めちゃくちゃ値段が。で、コストコが一番リーズナブルなんで。で、いつもコストコ行ったら2箱、3箱買ってくんね。この前3箱買って帰ったんやけど、なかなかそんな頻繁に行かれへんからね。ね、こんな感じでね、まあそういう意味合いを込めて言ってるけど、なんでもね、もうちょっとこう、穴開うっていうの、あの人の上げ足取るやつが多いからね。もう、そんなん言い出したら言葉発せんくなってくんねん。だから今、コミュ障が増えてるっていうのはそこやねんけども、人の上げ足取ってバカにする人が増えずに、じゃあ自分がされたらどういう気持ちかって分からへんやつが多い。ちょっと道徳的ドライブライブになってるけどもね。だからね、結局、なんだろう、人の上げ足取る、アンチっていうのはね、まあ基本上げ足取りやねん。で、それを言っといて、自分はアドバイスしてるところで、アンチとアドバイスを勘違いするなっていう人に限ってたこと言ったりする人がおったりするし、結局アンチっていうくぐりから言うとね、アンチっていうのはもともと英語のアンチテーゼっていうの、アンチテーゼっていうのを縮めてアンチっていうんだけど、アンチテーゼっていうのは反対意見とか反対するっていう意味をアンチテーゼっていうね。だからアンチって言われたらもちろん反対意見もアンチじゃないね。ただネットスラングでは、なんだろう、ネットスラングではその反対意見じゃなく、その何でもかんでも文句を言うやつ、言うたらなんて言うたらいいんやろ、揚げ足取り、そういうのアンチで、あと見た目とか誹謗中傷するやつは嵐っていうのかな、まあ、そのくぐりに入んねんけども、アンチテーゼっていうくぐりから言うとね、そのアンチ、その嵐とアンチ、それと、まあね、アンチテーゼ、反対意見じゃん、のミックスが多いよね。だから確かにええこと言うてんねんけど、言うてんねんけど、たまに一言余計なこと言う。その時点でもう自分の意見全部ぶっ壊しとんねんね。で、なんか文句言われた言われた泣き入れる、情けない話。だから、ファンが、ひどいやつだったら信者がって書いてるけど、アンチに対しての暴言はどう思うんですか？暴言吐かへんかったら吐かれへんねんっていう話やねん。なんでこんな話するか言ったら、ちょっとね、質問の答え動画をね、昨日撮って、そんな話を、そういう答えをしとったんやけどもね。だからそういう考えたら、結局アンチっていうのは、やっぱり不安定。精神的に不安定で、人に、なんていうのかな、反対意見とか人に何か悪口言わへんかったら、自分が保てへんぐらいダメな人。で、だからこそアンチをしとるくせに自分がアンチのアンチをされたら泣き入れる。結局何か言ったら不安定な人なんやね。ある意味かわいそうな人やね。で、アンチをすることによって何の話をしようかな。まあそういう人ってね、で今回見とっても多いのは、最近特に多いのが、コメント消された、消さないで、ブロックしないで、誰々をブロックしないで、言うと、よう書いとる人だけど、承認欲求強すぎ。で、なんでブロックもしてないし、コメントも消してないって何回も言うとんのに信じない。それは疑心暗鬼の表れ。そう。社会を信用できてない。なんで社会を信用できへんか。自分が自分を信用できへんから。なんかかわいそうな人だね。だから、そういう人たちっていうのはね、やっぱ往々にして、自らアンチになりやすい。アンチになることによってメリットっていうのはないのよ、はっきり言って。まあ、メリットとして思えるのが、ダメな自分を、人をバカにすることによって、この人よりマシだろうと思う安心感を得られることぐらい。あとはデメリットしかないんだよね。結局、上向いて唾吐いた自分にかかる。人を呪うバナ二つ。結局、人のことを何やかんやって批判することによって、自分が批判される。逆に自分が批判されてるからこそ、人に批判しないと生きていけない。だからこそ、そういうことをすることによって、自分は改善していかない。安全牌に入る。だから自分がダメで言われてるのに人に同じようなことを言い返すことによってバカにすることで安心しても自分は改善してないからいつまでも言われ続ける。いや、さらにそこで安心することによってあぐらかくことによって、また、言われることを作ってしまう。で、その中でもっとひどいのがアンチ同士の仲間の
なれ合い、アンチ同士がそうだね、正しいね、正しいねって間違えたことを正しい言うて、なれ合いをすることによって、自分が間違えた道進んでることに気づかず、おかしな方向へ行ってしまう。余計にひどくなる。だから余計に実生活で攻撃される。ね、デメリットしかないね。でそれで結局、人の悪口言ったり、人にひどいこと言って、それを分かって、心を痛めんのは言われたもんじゃなく、言った方に自分が言ったあかんこと言ってしもうたなっていう後ろめたさないやろと思うけど、それが自然に自分の中にある良心が傷ついていく。だんだん自分の心の中の良心がなくなっていく。だからその一歩、人に誹謗中傷、犯罪です、誹謗中傷罪、侮辱罪、あとなんだ、いろんなそういうね、人をバカにする犯罪なんだよね、アンチコメント。それをすることによって、それを平気でしてしまう。そう、犯罪の一線を越えてる。小さい犯罪を犯してしまうと、大きい犯罪まで、これぐらいいいだろうっていう気持ちになってしまう。エキサイトしてしまう。そこを越えてしまう。一線を、もう越えてんねんね。一線を越えてしまうんじゃなく、アンチコメントした時点で犯罪に、手を染めてんねん。ね、一線越えてんねん。それに気づかず、これは犯罪じゃないと思ってること時点で、小さな犯罪から大きな犯罪まで、これは大丈夫だっていう心理になって、ある意味危ない犯罪者になってしまうってあっちも思ってる。だから、アンチコメントすること、人にアンチすることのメリットっていうのはないのよ、はっきり言って。あっちは別に自分とこがそうなんだから、アンチが多いから言ってるわけじゃなくて、まあある意味でもあっチャンネルに来てる、まあどこでもそうかもわからんけど、まあコメント消されたとかコメント消したとか、間違った意見平気で書いて、なんかしらそれに承認してもらって、あアホの間違えた意見には正しいですねとか言ってアンチがぶら下がって言ってる。でそれに対しての反対意見誰も書かへんでしょ、めんどくさいから。ほんで自分が正しいと思い込んでしまう大きな間違いに陥ってしまうことがあんねんね。でそれに対してやりたかった自分のことでやるから、もちろんだからあっちには塩のことね、ちょっと研究して、研究って言うのは塩ちょっと勉強してんねんけども、塩はダメだっていう今言われてる一般論、減塩方向に行ってる一般論を間違ってるよって真っ向から戦ってる。海塩を食べましょう、海のミネラル塩は食べたって、逆に日本人は塩を取り足らないっていう説を言う人で、それに対して今度海塩は危険だ、海洋汚染が進んでるから海塩は危険だっていう真っ向からの反対論。であと岩塩には人間はミネラルは人間の体に必要やけど、他のものから取れるけども、岩塩で含まれる工業、なんだ、鉱物系のものは人間の体の中で生成できへんから取らないといけない、岩塩推進論、いろんな論があんでね。でその中であなたの論は間違ってるよってそこにわざわざ行かない。だからそこの人が本書いたりブログ書いたりしてるけど、そこのコメント欄にわざわざ行かない。そういう人は真っ向から自分の本を出す、自分のブログを出す。そうやって真っ向から対立してる人がいてるけど、わざわざその人のところに行って自分の論を論じる人っておらへんねん。それは何か、なんでそれをせえへんのか、その人たちは自分の論に自信があるから、ね、ないからこそ承認を求めて他人の論を否定しようとするね、自分の論に引っ張ろうとするね。それがアンチ、だからって自分の動画を作ったり自分でそういう文献出したりするほどの、知識がないはずやねん。のに間違ったことを平気で言う。なんか昨日もジャスラックの話、著作権、カラオケの著作権の話だけど、あっちゃんは現に、いろんなジャスラック、ジョイサウンド、バンドとかいろんなところからにメールを送って、カラオケ音楽使わせてくれって思ったけども、許可してないって返事が返ってきたもんね。俺またメール公開して、今日動画撮ろう戻ったんやけど、朝からちょっとバタバタしとって、子供もから、テストやから、昼過ぎに帰ってきたから、今まで撮られへんかったし、お教会も行かんなかったんで撮ってないんやけど、メールをね、公開しようと思ってんだけど、だから、カラオケ問題、今結構底辺 YouTuber よくやってるけど、大手はやってないはずです、カラオケ。だから、大手がやってんのは、一つ苦肉の策。イヤホンで、カラオケ屋さんやカラオケボックス行って、イヤホンつけて、歌を、音楽を聴いて、で、カラオケのモードで、ね、画面見ながら、音楽を入れずに歌う。それが、まあ、苦肉の策。あともう一つ、大手事務所は契約してる。だから、ジョイサウンドに許可を得てやってますっていう YouTuber が何人かいてる。大手事務所に入ってる人ね。事務所が事務所単位で契約してるね。これちょっと卑怯やとは思うんやけど、
でもそれはやっぱり金に物を言わす事務所の力やとあっちゃんは思う、うん、それは正当やと思う。であっちゃんもそれを送った、こういうことでそういう事務所もやっとるんやったら、自分も やりたいみたいなメールを送ったら、個人との契約はしないで事務所との事務所の契約になるんで、それは、守秘義務により、お答えできませんって返ってきて、結局、大きな事務所にはまかれるっていうことやね、カラオケ屋さんは。だからあっちゃんみたいに小さい個人でやってる、でもしあっちゃんが小さい事務所を立ち上げてもそこにどれだけ対応するか、いくらお金をつまんなのか、そこはわからない。でもある意味ああいう協会って結局お金やから、歌に対する著作料やから、なんていうのかな、巻かれるわけよね。でも一般素人がやると叩かれるわけよね。で事務所も小さいね、再生数少ない配信者をいちいち一個訴訟しとったら損するからね。だからせえへん、時間もかかるけど。でも見せしめに何人かやられたわけやんか、配信者、賠償金取られたし。なんでかっていうと、カラオケっていうのは音源をカラオケボックスとかカラオケの事業所で歌わせるっていう権限をアーティストから買ってるんやって。でも、それを今度は不特定多数の人に公開して聴かせるっていう契約は払ってないと。それはもしそのアーティストと直接契約してやるんやったら構えんと、うん、でもアーティストと、カラオケ協会は、カラオケ内でその音源を使ってお客さんにその場で歌わせるって言ったら、一お客さんと一お客さんに楽しませるっていうための契約をしてると。でも不特定多数にそれを配信するっていう契約はしてないからダメだと、うん、だからそういう答えを書いてきてね、また公開しますね、これ、まあ、そういう答えをね、さも偉そうに書いてるけど、値段もどこどこの会社が厳しいとかね書いとったけど、あ、それ表出てないか、裏に回っとったんかな、そんなコメントも来とったけど、大間違いです。現にジョイサウンドから来たメールを公開しますから、なんとかね、いろんな間違いな、食べ物でもその糖質がとか、なんだ、炭水化物がとか、言うとるけど、まあほぼほぼ間違えてるとは言わん、諸説あり。でどれが正しいか、正しいものなんてないし、間違えたものなんてない、どれも全部正しいから、ある意味だから何が正しいかなんてものは答えが出てないのよ、はっきり言う。だから自分が正しいと思うものをすればいい、人にそれを強要するものではないと。あっちゃんあっちゃんはみんなにしてねーって一言も言ってない、自分こんなことしてよかったよってしか言ってないはず。だからそれ見て、あ、いいなと思って真似してくれたらそれでいいし、ダメやったらやめたらいいし。あっちゃんは自分の体を使って実験じゃないけど体験してる。今回多分昨日もね、お話しした、で何人かにも話したけど大体否定的やった。それはあかんやろって言われた。塩分、減塩じゃなく増塩、塩を全て海塩に変えて、全てで言うんだけど、塩を使う塩、もう今ずっと海塩やねん、はっきり言って、元から海塩やねん、赤穂の海塩を使ってるんだけど、もうちょっといい精製海塩を使って、で、水を飲む、だから塩を舐めて水を飲むっていうのをやってるね。それ昨日から始めたんやけど、まあ否定されるね、でも1ヶ月後あっちゃんがどうなってるか、そこで答えが出ると。こういうのってね、身をもって体験せへんから、人に話されへんから、だから今は結構だるい、疲れる、寝舞台、朝起きがしんどい、お肌の調子はお魚でいいみたい、あれはオメガ3のおかげやと思うんやけど、オメガ3も取りすぎてもあんまり、取りすぎてもええわけでもないしやねんけども、そのオメガ3だけでわかんないって、オメガ6オメガ9とのバランスがいいねって、まあオメガ9オリーブオイル使ってる、だからオメガ6をどうやって取るかやね、オメガ6何やったっけな、また、スーパー行って調べよう、要はね、アマニ油とか米油とかそういうね、油を変えていくことによってオメガ3、オメガ6、オメガ9が取れるみたいなのがあって、そういうのもあっちゃんの説としてやるわけから、人の説を
そういうね、コメント欄で否定するっていうのはものすごい人としてやっちゃダメなことだね。うん、それで消されたとかほざいてるけどね、結局承認欲求の塊なんよね。うん、だからアンチっていうのは承認欲求の塊なんよ。前にもこれ動画で言ったと思うんだけど、うん、だからほんまにね、 YouTuber が承認欲求の塊どうのこうのとかよく言う人おるけど、確かにそうか、そう言われたらそうかもわからんけど、別に YouTuber はあなたにこうですよね、そう違いますか、そうですよねって問いかける人ってあんまおらへんはずやね。だからどう思うとか、これ私のやったら間違えてるとかっていう人って、まああんまおらへんと。そんな自信のない人は配信しちゃダメやと思うんやけど、あっちゃんはこれこうだよっていうのは自分がしたことに対して言うだけのことであって、人にそれを求めてるわけでもなく、同意求めるわけでもなく、人に強要するわけでもない、自分がいいなと思うことをしてるだけ、うん、で今こんなことしたらこうなったよっていう結果を言ってるだけ、今配信者としてやる仕事やと思うよね。うん、承認欲求っていうのは、コメント消されたとか、なあちゃんこれ動画、もし YouTuber から消されたら、あ、消されちゃったって、規約違反したんだなって反省するだけのことであって、人のうちのコメント欄で、コメントあちゃんが消してないよ、もちろん。でも、もし消したとしても、消されたって小作っていうのは、まあ、承認欲求の塊以外の何者でもないわな。そんな消されたくないんだったら自分のサイトでやればいいわけやんか。うん、よくね、時々あっちゃんに問い合わせじゃない、相談が来る人がおって、うん、某配信者さんのとこ行って反対意見言ったらブロックされました、うん、よく吊るし上げされます、吊るし上げはされへんだけど速攻ブロックされました、どうにかしてくださいとかごめん、相談も来るんだけど、いやそれは嫌やったら自分で動画立ち上げてその人に対する反論出せばいいんじゃないのって、でそれがその人に対しての暴言とかやったら、あなたのアカウントはバンされるかもわからないって、でもそうじゃなく一般論として、社会悪で吊るし上げとかダメだよっていう動画あっちゃん出してるでしょって、あんな感じの動画出すんやったらそれはいいんじゃないのかなって、うん、そういう風にやったらいいけど、その人のところで言ったらその人の庭に行って、ね、反対意見言ったらそれはつまみ出されるでしょって、でも自分の庭でやればいいわけじゃんかって、そういうアドバイスをしてたけど、それと一緒で人のとこ行って反対意見してくちゃくちゃぐらいで消されたとか、いいこと言ったとか言ってるけど、いやそれ消されるんじゃなく、まあ、YouTube は消してんだけど、承認欲求が強すぎやなと思った。うん、今日はアンチに対する、ちょっとアドバイス的な動画でした。アンチをすることによっていいことなんか何もないんだよっていうお話、あとね、承認欲求の塊、その承認欲求はどこから来るのか、そう、あなたアンチたちが、アンチの人たちは世の中、この実生活で、家族、友達、学校、社会、会社、ね、グループ、いろんなところで承認されてない、要は虐げられてる、馬鹿にされたり、ひどいこと言われたり、そこで馴染めてない、だから自分の承認欲求を、満たすために、YouTube っていうね、はい、はっきり言って YouTube っていうのは配信者は強い立場や、な反面弱い立場やね。何か文句言われたり何とかしても、やっぱり炎上したり文句言われたら、それに対するアンチついたら、アンチにアンチがついて、アンチが集まって、自分の言ってることを、メンタルを潰す、メンタルドラキュラ、モチベーションドラキュラ、そんなんが現れんねんね。ドラキュラやん、ヴァンパイアやね、モチベーションヴァンパイア、ね、メンタルキラーやね、言葉間違ってるの。メンタルキラー、モチベーションヴァンパイアね、そういうのが、この世の中多いね。あ、このジープ、エヴァグリンクしたやな。よう見るわ。で、だからそういうね、ストップ、なんていうかな、行為をする、自分がされてるからやねんね。よく気づきましょうね。いや、そんなことないよって言っとる人に限って、よーくね、話聞くと、やられてるよね。だからそこをね、自分が今実生が辛かったら人にそういうことするんじゃなく、そこを改めないといけない。気づきましょうね。レッツスイング。ということでね、もうエヴァグリーン作んでね、そろそろ、あと信号一本でね、作んで行ってきます。このジープかっこええわー。よみんね。めっちゃかっこええ。乗ってる人すごいかっこいいやんか。エナジーのシャー
あ、そう、ガラね。ガラだから抽出する。天然カフェイン。ガラナの天然カフェインが入ってる、ね。カフェインは入ってます。ビタミン B 群であなたのエネルギーをチャージします。ね、体に優しいエナジードリンクなんでね、おすすめです。シャークエナジー。めったに売ってないね、ほんま街中とかの。モーエナとか、レッドブルとか、ね、まだ見かける。下手したらね、珍しいって言われてるロックスターとか、なんだろう。まあ、そんな系のエナジードリンクも、なんていうのかな。ほら、エヴァグリーン、やっぱり。手に入らんことはないんやけど、ほんまにシャークエナジーだけ手に入らへんねん。行きます。